おはようございます。アストロタイガー回答機のホトです。キャンピングカーのインディ727、今ポップアップルーフに生地がついてない状態です。今日は注文していた生地が届きましたので開封したいと思います。こちらの生地でポップアップルーフが張り替えれるかどうか気になる方はチャンネル登録お願いします。それでは開封していきます。はい、それでは開封していきます。前の動画にアップしておりますが、ポップアップルーフの生地の取り外しにつきましては動画下の説明欄より別の動画をご覧ください。購入した生地の購入先につきましては動画下の説明欄をご覧ください。こちらがポップアップルーフ用に購入した生地になります。テント用ではなくウェットスーツ用の生地になります。ネットで購入したのですが、キャンピングカーにも使用されているということでこの生地を購入しました。色は何種類か選べたのですが、表を青色、裏白色を注文してみました。長さが約2メートル、幅が1メートル、1、2、3、4枚あります。外したポップアップルーフの生地を測って、これだけあれば足りるんじゃないかと思って注文しましたが、実際この4枚で足りるかは分かりません。外したポップアップルーフの生地をバラバラに分解して、型取りしてからこの生地に合わせて、足りるかどうか試してみたいと思っています。広げてみるとちょっと接着剤の匂いがしますね。少し広げておいた方がいいかもしれません。取り外した生地をバラバラに分解します。よっしゃ、やっと1枚外せました。これはあといくつあるんでしょう。よっしゃ、2つ目、3つ、4つに大きく分割しました。さらにここも外さないといけませんし、左右がメッシュの生地になってるんですけれども、同じようにできるかどうかちょっと心配です。できるだけオリジナルに近い形に戻したいと思います。金属の輪っかがついています。外す前に位置が分かるようにマジックインキで位置を書いておきます。よっしゃー、もう一個分解。しとれた。これはルーフ止めてたところについてた部品ですけれども、穴位置を合わせるためにこれは再利用しようと思っています。外れた。これはポップアップルーフの生地の下側を留めていたところの部品です。アルミのレールの中にこれが差し込んでありました。中には樹脂製のホースみたいなのが入ってます。これは再利用します。ルーフの生地が傷んでるので粉吹いてます。まだこういった小さい部品やメッシュの部分の分解は終わってませんが、とりあえず大まかに分解終わりました。
まだまだ作業残ってますけれども、外がもう暗くなってしまいましたので、今日の作業はこれで終わりたいと思います。また明日頑張ります。生地の大きさを新聞紙に写し取ろうと思います。ずれないようにマスキングテープで留めています。外周をマジックインキで写し取ります。ちょっと難しいですね。段ボールで押さえて型取りしようと思ったんですが、新聞紙がゴワゴワしててちょっと書きにくいです。ちょっともったいないですが、コピー用紙を使おうと思います。マスキングテープでコピー用紙を貼っていきます。ちょっと足りないな。段ボールで押さえながらマジックインキで外周をなぞり、コピー用紙に移していきます。外周をハサミで切っていきます。2枚目も型取りしていきます。3枚目の型取りです。日付変わって4枚目です。はい、今日も作業を進めていきます。コピー用紙を何枚か貼って広げましたが、もう少し足りないみたいなので、もう少し貸してやります。はい、大きな型紙できました。こちらはポップアップルーフの左右の生地になります。ここを開けるとメッシュ生地になるのですが、一旦ここで引っかかるんですよね、この紐があるので。ここで一旦引っかかります。ちょっとこれ開けにくいんですよね。実際に取り付ける方向はこんな感じになります。下に垂れ下がらないように紐が2本ついてると思うのですが、これあると開けにくいのでなくてもいいんじゃないかと思います。ここの生地はこの全体の生地とは別なので、この部分はこの部分で別に型取りする必要があります。先にこちら分解しておきます。よし、分解できました。こちらの部品は流用できないかと思ったんですけど、
やはりここもちょっとシミになってるので、この生地も作り直したいと思います。ただあまり費用をかけたくないので、このファスナーの部分とこのメッシュの部分が流用できないかと思います。ただこのメッシュもちょっとシミがついてるので、使えるかどうか分かりません。このメッシュは白なので、ちょっと漂白したら綺麗になるかもわからないです。この部分を外してしまうと縦に伸びてしまうので、このメッシュはついたまま先に外周の型取りしたいと思います。これはこれで別に型取りします。ここが折り返してあるので、ここも一回分解してから型取りする必要があると思います。型取りしていきます。メッシュの部分を切り離し、内側のラインをコピー用紙に移します。よっしゃ、ふう、よっしゃ、ああ腰痛、うん、横の生地の型取り終わりました。左側と右側があるので、もう一枚作らなきゃいけないんですけれども、今日も暗くなってしまいましたので、また明日頑張ります。ああ腰痛、はい、昨日ポップアップルーフの左側の型取りしましたが、右側もコピー用紙に写し取りました。切っていきたいと思います。よいしょ、はい、こちらは左右のメッシュの部分です。こちらもコピー用紙に写し取りましたので、カットしていきます。はい、これで小さな部品はまだですが、大きな部品につきましては型取りが完了しました。やっと購入した生地が足りるかどうかの確認ができます。これで1枚分になります。こちらが一番大きな横の生地です。あ、これで取れますね。これは無理か、これも多分無理ですね。どっちだっけ、これが裏側だから、
2枚は無理ですね。余ったところで小さめの部品取れそうです。こちらで1枚分。これで2枚分。はい、型取りした大きめの部品を購入した生地に合わせてみましたが、3枚あれば足りるようです。残り小さい部品がいくつかありますが、多分足りると思います。大体で測って注文したので、生地が足りるかどうかちょっと心配だったんですが、とりあえず生地が足りるようで安心しました。やったね。はい、今回の動画ではポップアップルーフの生地を開封し、購入したポップアップルーフの生地が足りるかどうか確認しました。今回購入したポップアップルーフの生地は、色は外側を青色、内側を白色にしてみましたが、いかがでしょうか。引き続きポップアップルーフの再生頑張っていきます。次回の動画ではこのポップアップルーフの生地を切って縫っていきたいんですが、どこまでできるかは分かりません。バタバタ時間かかりますが、応援よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今度はこれを縫わなきゃいけないんだけど、私裁縫苦手なんですよね。